ッチモジョへようこそ。今日はトム・クルーズのランニングシーントップ10をご紹介します。スピードです。今回のランキングではこの俳優が映画紹介で象徴的な疾走シーンをピックアップします。スピード、激しさ、代表性の下で判断させていただきます。アクション映画でなくても走ったことがあるなら今回のランキングにも入ります。今回のコンテンツにはネタバレ可能なのでご注意ください。あなたの一番好きなトム・クルーズの映画が見落としませんか？コメント欄で教えてください。第10位、屋上チェイス、ミッション・インポッシブル・フォールアウト。 I am terribly sorry. Excuse me.よくある物語ですが、トム・クルーズ演じるイーサン・ハント捜査官が世界を救うために必死でした。 Why is he running in circles? クルーズの最もスリリングなスタントが数多く登場し、彼の役者としての力と決意を示した走りでした。 Ethan, he's getting away from you. You're gonna have to go faster.彼はロンドンを横断したヘンリー・カビル演じる二重スパイ、ウォーカーを追う。一連で驚くべき屋根と窓のジャンプを終えた後、彼には最後にやるべきことは、イーサンが息を潜めて超長い屋上を駆け抜ける。恐怖感が最後イーサンが行き詰まってしまい、ウォーカーは優勢を占めた。結局それはスーパーマンを追いかけようとしました。第9位、ランニングアウェイ、ザ・ファーム。 Hello. Get out of here. They know. Get out. ジョン・グリシャムの小説によるザ・ファームではトム・クルーズが法学部の卒業生ミチを演じました。映画の前半で彼は新しく入った弁護士事務所の不正を発見し、真実を知った時ラストシーンで脱出行動を上演しました。オフィスに閉じ込められた時、ある緊急電話が事務所より処罰あるとミッチに述べた。彼らの思い通りにならないよう彼は部屋から飛び出した。窓に着くと下にトラックが足掛かりにできると気づけた。トラックから飛び降りたと、ミッチは路地に沿って走り、追い詰めるクラッチから脱出した。窓一つでクルーズを止められないことが分かった。第8位、マックスを追い、コラテラル。本作ではクルーズが邪悪な殺人者、ヴィセンドを演じ、彼の初めてのシリアスな悪役キャラです。He killed him? No, I shot him. Bullets in the fall killed him.Red light, Max.ジェミー・フォックス演じるタクシー運転手マックスに迫り、現場まで運んできました。ヴィンセントは彼が入院中の母親の見舞い子を評価した。マックスは逃げるチャンスを掴んで病院から飛び出した。もちろんこれは殺人マシンのヴィンセントを狂気モードにしました。彼は病院を通り抜け、階段を駆け下り、橋を渡って失踪する。一方リードしてもマックスもヴィセントの殺し屋の体力から逃げられない。逃げても身を隠しても最終的にはクルーズに見つけられます。第7位、興奮する、バニラスカイ。ザ・エージェントが大成功した後、クルーズ再びキャメロン・クロー監督とバニラスカイリメイク版を作りました。 Even in my dreams, I'm an idiot who knows he's about to wake up to realityこの目まぐるしい映画、夢のような SF とロマンチックなシナリオを組み合わせる。夢の中でクルーズ演じるナルシストの主人公デイビッドが車でタイムズスクエアの周辺に入りました。ニューヨークに一人しか残っていないと気づき、車から降りた後、デイビッドは誰もいない通りを激しく走りました。このシーンは悪夢のように上演され、クルーズは本能を取り戻した走る。トム・クルーズの走るシーン、これほど混乱で当惑しているように見えるのはめったにないです。これはバニラスカイがこのランキングにユニークな作品になった。またこれはコードを着た男性が最速で走るシーンかもしれません。第6位、雪の中を走る、遥かなる大地へ。Who's that? Who's that?
遥かなる大地へのような時代劇にもクルーズ学の好きなアクティブができます。彼が演じるアイルランド移民のジョセフは1890年代にアメリカでうまくできなかったため、絶望した彼が旅仲間のシャノンの家に侵入し、結局シャノンは撃たれた。シャノンが回復するとき、ジョセフは仕事探しにシャノンと別れました。その夜、ジョセフは生き残るためにシャノンを残して西へ向かいました。彼は寒さの中に入って、何かあっても恋人のところに戻ると決めている。彼は感情豊かな死を全速で駆け抜けるだけでなく、そして雪の中を走る。何もクルーズを止めることはできない。霜も雨も雪も、滑らなかったは簡単ではないよね。第5位、ミラーからの脱出、ザ・マミー。ザ・マミーは大成功とは言えなかったが、もう一つ典型的な走るシーンがあります。クルーズが演じるニックとパートナーのジェニーが悪役のミラーから逃げなければなりません。ミラーの力で周りのガラス窓が全て破壊され、走りが余計に危険になる。砂嵐から逃げた後、ニックは砂嵐の衝撃波から逃れるためにロンドンの街に走った。超常現象の映画が期待に応えられなかったとしても、クルーズはまた魅力的な走りをもたらした。クルーズは一人ではないので超音速になれません。最後に彼は何度か音の影に近いスピードで前進しました。 Wow! That was intense! 第4位、予測可能な犯罪を阻止するマイノリティリポート。この迫力のスリラー映画でトム・クルーズ演じるジョン・アンダートンは犯罪が起こる前に阻止できる。司法省に技術を展示するとき、アンダートンは進行中の犯罪を止めるために急いで立ち去った。臨時を見つけた後、彼は開いたドアから現場を見つけた。アンダートンは人間の限界スピードで現場に駆け込み、階段を駆け上がる。最後の瞬間に被害者を救った。 You know how blind I am without them. Oh, don't cry. Fox! この走りはストーリーにとてもいい役割を果たしていた。またアンダートの正義への向けの追求も明らかにした。もう一つ注目すべきことは、彼の走りが速すぎてヘルメットは重力に耐えられませんでした。第3位、三脚ロボットを避ける宇宙戦争。2005年、クルーズはスピルバーグ監督の映画に出演した。原作はハバール・ジョージ・ウェルズの小説です。本作は典型的な SF ではありません。信じられないほどのスリルもあります。例えば忘れられない宇宙人の第一幕に、クルーズの敏捷性だけがこのシーンに最後の仕上げを加えました。離婚した父レイを演じるクルーズが初めて街に降り立った宇宙人と遭遇しました。三脚ロボットが光線で次々と人間を殺し始めた時、レイは怯えた群衆と逃げようとする。レイが失踪して人々は彼の周りで灰になった。レイはエージェントではないので、つまり彼は世界で最も速い男ではない。これはもっとまぐれくねった困難な走りだ。しかしクルーズと超現実的な復讐効果は本物の恐怖感をもたらします。第2位、砂嵐の中を追いかけるミッションインポッシブル4。2011年の発売前に映画ミッションインポッシブル4作目がこれほど好評だと誰も思わなかった。 Where's Ethan? ブルージュハリファに登り始めるにつれ、ミッションインポッシブル4はこのシリーズの頂点を示している。
伝説の遠のぼり衆の後、イーサンは彼の象徴的な衣装で悪者を追いかけます。彼は足を開けて手のひらを広げた。冷たい視線はダイヤモンドをカットすることができそうです。砂嵐が彼に向かって吹いたとしても、イーサンは集中したまま全速で進みます。砂に囲まれた後、彼は前進を続けた。彼は走っている車にも止めさせなかった。もちろん途中で何とか立ち止まったが、最初のストライディングパフォーマンスはトム・クルーズの走りスタンドを生かしたものでした。ぜひチャンネル登録をお願いします。新着動画を見逃さないよう通知をオンにしてください。通知を一部受信することもできますし、全て受信することもできます。スマホをご利用の方はスマホ設定で通知を許可してください。第1位、ジュリアを探す、ミッションインポッシブル3。更新された続編によって光が駆けを落とす。ミッションインポッシブル3には驚くほど面白いシーンが満載。この映画はクルーズのキャリアに最も早くて記憶に残る走りでした。 What the hell are you doing in Shanghai? I'll tell you when I see you. はこれほどエネルギー、感情、モチベーションを持って走ったことがなかった。このシーンではエージェントイーサン・ハントが誘拐された妻ジュリアを追いかけます。イーサンが彼女の居場所を見つけたら、彼は急いで川沿いの人混みを通過する必要があると気づいた。ドッカイ！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 カメラはクルーズをずっと追いかけます。目的地に向かう途中で上海の地元住民を避ける。 Okay, okay, left, left. Yeah, that's good, that's good. Get going, get going. Okay, now look. この状況を踏まえて、彼は愛する女のためだけに早く走る。今回の走りは他の全ての走りを追い越したクルーズの運動能力の究極の表現です。最高速で前へ、決して止まらない。さて、楽しんでいただけたでしょうか。よければウォッチモジョの動画をもっと見てください。フォローしていただければ最新の配信が受け取れます。